おはようございます。ダライラマの仏教入門という本を僧道の修行僧たちと共に輪読して学んでいます。日本の仏教とチベット仏教では何が違うのかという質問を受けました。日本の仏教といっても実に幅広いものですし、チベット仏教といってもこれまた実に幅広いので、単純に何がどう違うと論じることは難しいものです。幅広い日本仏教の中でも鎌倉時代の仏教というものを日本仏教として取り上げるとするならば、単純化された仏教だということができます。念仏一つでいい、題目を唱えればいい、座禅一つでいいというように実に単純化されたのが鎌倉仏教の大きな特徴でしょう。もっとも法然上人をはじめ鎌倉仏教の祖師たちは仏教を総合的に学ばれた末にこれ一つでいいと絞られたのでした。チベット仏教はもともとチベットにあった梵教と仏教教理とが結びついたラマ教という一面もあれば、中観という極めて精緻な思想体系も伝えていますし、仏教論理学の伝統も受け継がれています。私は学生の頃中観派の仏教を学んでいましたので、チベット仏教のこの方面での造形が深いことに感嘆したものでした。また学生の頃には玄関正言論なども勉強していましたが、これなどは般若経典についての精密な論書であります。こういう仏教は今の日本には伝わっていません。私などが今臨済殿で行っている公案の体系などとは比べ物にならないほど精緻な体系が構築されているものです。実践とともに理論的な面においても完璧と言えるほどのものを作り上げていると思います。チベット仏教と禅について考えると、サムエの修論を思います。岩波の仏教辞典にはサムイエの修論として記載されています。引用しますと、チベットの修論ともいう8世紀末のチベットで、中国仏教禅僧とインド仏教僧との間で行われたとされる宗教論争。古代のチベット史書の伝説では、チベットの古刹サムイエ寺において、チベット王ティンセン・デチェンの御前で仏家を得るための修行方法について頓悟を主張する禅僧マカエンと、禅悟を主張するインドの学僧カマラシーラが論争して、最終的にはインド側が勝利して、以後チベットではインド仏教が正統とされたと伝えられると書かれています。そこでこの後チベット仏教は表面的にはインド仏教を忠実に継承するものとして形成されていくことになったが、ニンマ派などの一部の思想の中に禅宗の影響を読み取ることができるとも書かれています。この時の学僧カマラシーラというのは中観派の大学生であります。これも岩波の仏教辞典の記述にはサムエの修論とも呼ばれるマカエンとの論争では、禅宗は利他行を書いて自らの悟りのみを求めるから大乗ではなく、三昧のみを求めて正見を書き般若の智を完成できないので仏教でありえないと批判した。結果として論争に勝ち、チベットにインド仏教の特に中観思想を正統説とする伝統を定着させたとこう書かれています。指摘された点で利他行を書くというのは納得いきかねますが、三昧のみを求めて正見を書くというのは鋭い指摘なのであります。チベット仏教は三昧を収めることはもちろんのこと、正見を大切にして般若の智を完成させることを重視しています。そのチベット仏教の頂点にいらっしゃるのがダライラマ芸家であります。それだけに本書は仏教入門と歌いながらもかなり専門性の高い書物であります。語運についての解説も、
心身を構成する5つの集まり。5つの集まりとは、色、形、色、色、感覚、受、識別作用、相、形成力、行、意識、運の5つを指す。色、形の集まり、色、運は、より粗大なレベルでは、例えば肉体、血液などを指し、より微細なレベルでは、無常、ヨガ、タントラに説かれるところの、生体を駆け巡っている様々な形のルン、すなわち生体エネルギーを指す。感覚の集まり、ジューンと表象作用の集まり、相運は、知覚作用と表象作用という心の作用にあたる。この両者は心の作用から独立して独自の集まりを形成している。識別作用が他の心の作用とは独立した扱いを受けている理由として、バスバンズは阿弥陀妻クシャロンにおいて、この両者はあらゆる議論や執着の源であるからと述べている。執着とは、あらゆる楽しい感情から離れたくないと望み、あらゆる痛みを伴う感情から逃げたいと思う感情である。この執着は人を煩悩へと導き、それゆえに輪廻と結びつける働きをしていると説かれています。ナーガルジュナ・リュージュの空についての70の詩からの引用がございます。原因と条件によって生じたに過ぎない事物を、真実に存在するものであると執着する意識はブッダによって無知と呼ばれている。この無知から縁起の十二支が生じるのである。この芸を用いてダライラマ芸家は、このように人には事物を縁起によって生じたものではなく、それ自身の力によって成立しているものと誤解誤認する意識、生来の無知が備わっていますと説いています。またこういうこともおっしゃっています。引用しますと、自らの欲望や怒りを吟味するとき、それらが自己を非常に固定したものとして考えることから生じていることに気がつきます。その固定化によって、自他の間に強い線引きが行われ、ついには一方に愛着を感じた方に怒りを覚えるようになるのです。このように欲望と怒りは自分の我を過大視することを基礎にしていますと説かれています。事物を縁起によって生じたものではなく、それ自身の力によって成立しているものと誤解する無知によって、欲望や怒りを生じているのです。その欲望や怒りが苦しみを生み出すのです。どのように誤解してしまうかといえば、本書でダライラマ芸家は、例えば実際には無常であるものがあたかも常住であるかのように見えることがあります。実際には苦しみの源となっているものが一見すると快楽の源と見えることもあります。これが事物の真実のあり方とその現れ方の間にある対立です。究極の真実について言うならば、対象は実体として存在しているように見えるものの、実際にはそのような実体性はないのです。というのが真理なのです。この真理を知らない無知こそが苦しみを生み出す原因なのです。ダライラマ芸家は、対象が実体として存在していると思い込む無知は、欲望と怒りの両方を助長するものなのです。ですから、あらゆる困難な問題の原因は無知にあると説いているのです。私たちがチベット仏教から学ぶものは大きいものです。それでは今日も姿勢と呼吸とを整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチ10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストンとこう下ろします。最初一息を強く吐き出します。この時には
お腹の底に溜まっている空気も全部吐き出す。胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ。と吐き出して口を閉じますと、鼻から自然と新しい空気がいっぱい入ってまいります。体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、おへその下下腹いっぱいにも新しい空気が満ちてまいります。そんな気持ちで、ありがたい、嬉しいと微笑むような、微笑みが現れてくるような、そんな気持ちで、このその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。